はい、装身術チャンネル。はい、というわけで、今回も装身術に聞いてみようということで、早速質問に答えていきたいと思います。ではお願いします。はい、兵庫県在住の謎の憲法を求める者さんからの質問です。質問、練習パートナーがいない人はどうすれば装身術の感覚を分かるようになれますか。こんにちは。装身術の DVD では中島先生がこうするとこうなると説明して技の使い方を実演します。その後でミットにヒットさせたりパートナーにヒットさせたり技を実演してくれます。しかし DVD を買っている人には練習パートナーがいません。私はシャドーボクシングのようにシャドー装身術を練習しますが、投げ技も打撃技も効いている感覚が分かりません。練習パートナーがいない人はどうすれば装身術の感覚を分かるようになりますか。以上が質問です。前回の装身術チャンネルに採用して、採用ありがとうございます。ケンジ2ですが、作画担当の方と編集者が協力してシナリオを作ったそうです。今でもウェブで無料で読めます。読み切り漫画です。いつもありがとうございます。はい、質問大変ありがとうございました。ありがとうございます。今回ですね、パートナーがいない場合はどういうふうにやったらいいのかということですね。これは皆さん、僕もそうでしたけれども、非常にですね、悩んでいる方も多いかと思います。で、その DVD を買っていただいた方ですね、全くパートナーがいない方はですね、とりあえずその、仕組みをしっかり、覚えていただくのと、自分の体でですね、自分の体にやるということもですね、実は可能ですので、やってみていただくといいと思います。でもですね、これで自分がわざと投げられているのか、それとも本当にわざができているのかというところはですね、どうしても疑心暗鬼になってしまうところだと思います。でですね、シャドウ装身術、僕も要は最初シャドウ装身術はですねやっていたわけなんですけども、で、浅井さんとやるようになってからは、そのシャドウ装身術やってた、その時は装身術じゃなかったですけど、シャドウ でやってたこともまたは自分自身で自分の体に技をかけたりとかですね、体の仕組みを研究してたりすることをですね、やってみたらですね、大体、ちょっと修正は結構必要ですけれども、大体思ってたようになるっていう感じでですね、その修正は必要ですけれども、絶対こう身になりますので、今パートナーがいない方もですね、ぜひ一人でいろいろ研究していただけたらなと思います。ではですね、一人でやる方法をやってみたいと思います。一人の場合はですね、シャドウでやっていただいてもいいんですけれども、こう自分で自分のお腹をですね、叩いていただいて、どうなのかっていうようなことを試してもらうといいです。これ冗談みたいな方法ですけれども、普通に叩くとですね、こんな感じですけれども、はい、ダブル体になってくるとですね、こういう感じになります。はい、これだけですとですね、何やってるか分かんないですけれども、じゃあちょっとこちらに来ていただいて、一回ですね、普通の状態に戻って、これで、こういうふうにやっても、こんな感じですけれども、立ち寝体になってですね、同じように。こうやってやると同じようにですね、トイレやった時と同じように、こう倒れますので、基本的にはですね、同じようになるものだと思って、自分の体がですね、加速するかどうか見といていただくといいと思います。なかなかですね、自分で倒れるようと思ってもですね、今のような風には倒れられません。
発言体になってですね、このエネルギーを生んだ拳を、ね、当てますとですね、加速していきます。なので自分でですね、今のはエネルギー埋めたなっていうふうに、分かるわけです。ですので、自分がこうお腹を叩いてですね、加速して倒れていった場合はうまくいっている、というふうに思っていただいていいと思います。結局八景にしてもそうですし、合気とかにしてもそうですし、この相手に、伝達できるエネルギーを埋めるかどうかというところがポイントです。ですので、自分の体に当ててもですね、このエネルギーが伝わっていく感じがありましたら、それを人に伝えればいいわけです。ハケだったらこの拳から伝えればいいですし、ハケだったら持たれているところから伝えればいいと、そういうふうな感じでですね、まずはエネルギーを生み出せるようになることとですね、いろんな場面でいろんな生み出し方でですね、生み出せるようになることと、あとは相手にどうやって伝えるかというところの、2つの、ところのバリエーションを増やしていくと、いろんな面白いことができると思いますので、まずはそのエネルギーを生み出すというところをですね、一人で、やってもですね、分かると思いますので、まずそこからやっていただいて、その後ですね、機会があったらですね、いろんな人にいろんな伝え方を試していただくといいと思います。で、もう少ししたらですね、僕らも新しいですね活動を始めたいと思っています。その仲間を募集してですね、一緒に、学んでもらったり、活動に参加してもらったりですね、する創新術の仲間を募集したいと思っておりますので、ぜひですね、興味のある方がいたらですね、僕らの活動に、注目しておいてください。これからですね、ちょっといろんなところで、仲間の募集するためにですね、発信していきたいと思っております。ぜひ、ツイッターですとか、この YouTube ですとか、その他のところでですね、発信していきたいと思いますので、ぜひですね、注目して、見ておいてください。はい、では今回はですね、これで、また次回お会いしましょう。